都市で好きな場所、こういうスポーツに関する施設以外で何かありますか？はいはい、そうですね、やっぱり一番最初に高座緑幼稚園に通っていたので、幼稚園の園庭が大好きでしたね。はい、その時によく行ってた泉の森がすごくイメージがあって、あと新しくできたゆとりの森は、政治部のところが一緒に遊ばれたこともありますね。いい場所だなって思って好きです。ありがとうございます。はい、このゆとりの森ってお話出ましたけれど、ゆとりの森のスポーツセンターのグラウンドとか使ってみていかがですか？はいはい、ここのピッチもそうですし、ゆとりの森でもちろんサッカーもしたこともありますし、すごくなんか開放感があって、サッカーもしやすいなっていうふうに思っています。ありがとうございます。スポーツを頑張っている市民の方にメッセージありますか？スポーツ、運動も、競技でなくても、やっぱり体を動かすってすごくいいことだと思うので、なかなか、もうね、時間が取れないっていう方こそ、一日、ちょっとね、5分、10分でもいいので、散歩から始めてみてもいいですし、体を動かすことでリフレッシュして、また次、お仕事だったり、勉強だったり、頑張ろうって思えると思うので、そういったことをしていって、健康な人が多い大和市になってほしいなっていうふうに思います。プロサッカー選手の川澄なほみです。私は大和市で育ちました。緑幼稚園行って調理会小学校月見の中学校を卒業して、もうその頃からサッカーをして、もう世界で活躍する選手になりたいというふうに思いました。大和市でいろんな人と出会って触れ合って、こう好きなものと出会って、そうやって世界に出ているっていうことができるんだなと、こう自分が身をもって体験しました。世界に限らず、本当に自分が好きなことっていうのをこう山として見つけて、皆さんのこう生活が豊かになっていてくれたら嬉しいなっていうふうに思っています。これからも同じ山と、まあ今は市民じゃないですけど、まあでも、本当に山と市の出身の者同士、っていうふうに思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。またよろしくお願いします。